どうもトム・ブラウンの布川です。トリンドル・レーナです。ダメー。はい、さあというわけで、道代と布川ですけども、時刻はですね、今、11時39分ですかね。はい、このちょっと、はい、今外で撮っております。はい、今とあるちょっと音とかなんか聞こえてるかなと思うんですけども、はい、日付本日の、4月15日です。はい、4月15日の11時39分頃と言ってまして、はい、今とある港に、はい、いるんですけどもですね、今日ですね、はい、無人島公演、はい、実は今日やる予定だったんですけども、そうです、暴風波浪注意報が出てしまいまして、はい、できないということになってしまいました。はい、なんか聞くとですね、台風1号が来てる。台風1号って初めて聞いたんですけど、いやー1号って来るんだな。やっぱ何号って、大体7号からとか聞いたことないけど、はい、それが今来てるということで、今僕傘差してるんですよ。もうひっくり返ったりとか、今髪とかもボサボサになったりしてるんですけど、寒いですね。あとは、はい、まずいいですか、本当に来る予定だった人、遠方から来る予定だった人とか、本当に申し訳ないです。あ、その前にまだそのね、君テンパってるかわかんないけど、まだえ延期にしたという話を言ってませんよ別に。あ、言ってない。言ってません。延期になりました。そこね、軽く言うな。本当に申し訳ないです。はい、すみません。実はですね、やる予定だったんですけれども、天候があまりに危険だということで、はい、であと僕らソーシャルディスタンスを言ってて、皆さんの健康を願ってソーシャルディスタンスやってるのに、この状況で皆さんをね、座らせたりしてしまうと、ちょ皆さんの健康を害してしまう可能性があるので、はい、泣く泣く延期にすることにさせていただきました。いやー、はい、悔しいですよ。ちょっと気持ちいいですか、言って。行きましょうよ。チキショー！ちょっと待ってください。一応さ、チキショーって叫ぶのはさ、海の方に向かって叫ぶのはいいけど、マイクに向かって言ったら辰野さんの耳が痛くなるだけだから。すいません。ね、今チキショー！そう、それでいいよ。今は海に言ってるからね。いや、なんか僕らね、はい、前乗りしたんですよね。いや、実はそうですよ。なんかな、そのそうだよ、本土、無人島と本土でやるんですけど、その本土側の人のが分かりやすいようにね、うん、その一人手伝いの人がね、まあ、いろんな、ね、演出があったんですよ。演出があって、はい、手伝いの人が一人結構大変だから、その、うん、練習も兼ねて前乗りしようって言ったら前乗りしたんですよ。いやー、朝来てみたらもうやるやらない、練習とかじゃなくてもうこれはやるやらないの話になっても、いや、もう朝来てみたらもうあるけど、でもね、その前乗りした時に一応僕ら昨日、ちょっと待って、昨日結構その朝ずっと傘の中にいたままだけど、私しょうがない、もう何回やっても治んない。昨日ね、その朝6時ぐらいから一応お仕事あって、で終わったのが22時ぐらいかな。そうだな。でその後前乗りをして、で、2人でホテルでね、練習を7本のネタ練習して、もう本当に練習して結構本当に意識朦朧としながら、割ともう練習中もね、僕ちょっとノートとペン取りに行きますって言って、本当ものの10秒ですよ、布川の部屋でやってたんですけど、ものの10秒で戻ったら、コンコンってやっても全然出てくれなくて、ものの10秒で布川寝ちゃって、僕その廊下でずっと布川布川10秒やっても出てこなくて、ああどうしようこれどうしようと思って、もうちょっと開けて隙間から、頼むから起きてくれ布川って言ったら、誰って、俺だって言って開けて、ようやく入って、あ危なかったっつって、そんな中練習したのに。きつかったですよこれですよ。
最悪ですよ本当に。しかもね僕らいやもう悔しいな、すでに2回延期してまして、3回目の日向坂46もね2回東京ドーム延期して3回目でやったと。あこれ一緒だなって俺はいやいや俺は一緒だなと思ってたんだよ。ああそう3度目の正直ね、3度目ね、日向坂46さんは。俺たちは何いって呪われてんじゃねえか呪われたイベントだよこれ。いや本当にまだ何人かついてるとしか思えないですね本当に。でもしかしですね、必ず本当に、やるつもりでいますので、はい、事務局の方とかにも、はい、いろいろ お願いして、はい、必ず延期でやりますので、はい、ぜひともお願いしますというお願いします話をしてきてますので、はい、ぜひぜひ皆さんそうですね、はい、来てもらいたいですね4回目の時。でもその本土側の人にね、うん、いろいろ話聞いたんですけど、はい、その本土側の運営スタッフさんがなんかその普段はこの時間もう海の上もう船だらけの、うん、まあ、ねはい、漁船とかいろいろ見てください、はい、一定もいないですよって、はい、分かりますよねそうなんですみたいな。そうなんですよ。海本当に、はい、もうなんかこれを見たらもうまあそれは無理ですよねみたいな。いやでも本当に悔しいですけども、ね、はい、必ずやりたいと思っていますので、ただですね、この後の、本編が流れるんですけども、本編ではですね、僕たちはその成功をね。信じてて喋ってますので、もちろん収録でしたのでね、いやー楽しかったねなんてことを言ってますんで、はい、延期になったことを知らずに喋ってる僕らを楽しんで、それを踏まえた上でお聞きください、はい、聞いていただければと思います、というわけで以上トムブラウンの布川と道夫でした。オールナイトニッポンポッドキャストスタート。日本放送圧縮してロッカフェの自販機に並べたいな。集中集中集中。オールナイトニッポンポッキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画。どうもトムブラウンの布川です。はやー、何何何何何です、何それ何それ、すいません、余韻がね、余韻何の余韻ですか。余韻です。何の余韻ですか。前回のね、はい、収録、うん、放送を聞いてくれたら分かりますけどね、聞いてくれた方はね、はい、日本撮り、日本撮りで余韻がまだ残ってます。ちょっとリセットしてもらうために今ねちょっと10分ぐらい休憩しましょうかって言ったでしょ何にもリセットできてないじゃん。いやもうこっから大丈夫です。本当にこっから大丈夫です。あーってなんだよ怖い、ね、すいません、まあ道夫ですね、はい道夫です、改めまして道夫です、はいございます、ありがとうございます。ということでね、冒頭でね最初にお聞きいただいたのはですね、先日行われた僕らの単独ライブ、そう無人島公演のねライブ直前での音声でございます。音声先日今日ですね、今日ですね、まさに今日、先ほど終わったばかりの、そういうことです、なっておりますね。実はこの4月15日だったんですね、うん、そうですね、そうずっと隠してきてね、まあ、抽選当選した人しかこの日付と場所を知らなかったんですけども、そう会社の話だったらね、もしかしたらそのもしねその日にちとか全部言っちゃったら1万人ぐらい来るかも、そうです可能性があると、はい、だからって言ったら、あ確かにそうですよねこの可能性ありますか、ね、可能性はあるからね。いやね、シークレットゲストとかもねいて、まあ言わないですけどね、うん、シークレットですから当然言わないですけど、シークレットゲストも2組いたんですよ皆さん、はい、そうです、言わないですよ終わっても言わない、もっと言うわけないじゃんシークレットの意味が分かんないじゃん確かにね、俺いつもよくさなんかのライブとかでさ、シークレットゲスト誰でしたとか言うじゃん、いやシークレットじゃないじゃん、俺いつも思ってるからね。そうですか、じゃあ最初からゲストって言って出しないよ何それ、あそれそう、シークレットゲスト一物あったんですね、はい、お客さんがツイートしてる可能性あると思いますけど、あ許しませんよ許しません許しません、そんなことは一個ずつ見つけて注意しに行く、はい、あ行きます行きます本当に、こっちは全部分かってんだから、お母さん、うん、やめてくださいでも絶対ちゃんと言いますね、これはツイートしたらダメですよっていうのを
はいはいはい、ツイートしたら僕本当にもう今後一切無人島ライブやりませんよ。シークレットゲスト側がツイートした場合はどうするんですか。いやそれもさせないよ俺は。もちろん言うしシークレットの、ね、2組に情報統制厳しすぎだろ。いやいやいや、あべお前何つぶやこうとしたのそういうこと。いやいや 俺がとかじゃなくて誰かが言っちゃったらもうしょうがないじゃん。いやそれはダメよ、だってそれルール違反じゃん、ルール違反だから。たまたまだからバーベキューしてる人がつぶやいた場合は、うん、それはさすがにしょうがない。あいい、だってそれは俺たちを見に来てるわけじゃないから、うん、そういうことはしないよ。あそうです、俺たちをこうやって無人島の公園を見に来たってことは、ね、ルール分かってるってことだから、はいはいはい、俺を崩すのは違うじゃん。わかりました、はい、ねえー、ありがとうございます。本当楽しかったですよね。これ まだやってないんですけどね、うん、僕は収録ですから。無人島公園皮切りに全国ツアーになりますから、うん、そうです。5月8日長崎から、7月16日東京まで、はい、全部で、5都市そうです行くわけですから、東京、札幌、長崎、岐阜、山形でございますので、はい、ぜひね来てほしいんですけども、せっかくですから、うん、正式タイトル改めてね、あ野川くんの口からお願いします。そうですね、皆さんもちゃんとね伝えたいことね、はい、はい、じゃあ行きます。トムブラウン全国五大都市ツアー、ガチョン十一郎、ガチョンそれぞれライブ2パート2、そして伝説へパート2、ネクストホライゾン広島市東編 VS ウエストランドパート2、ヘブンズドライブ in 渋谷無限大ホール、振り込め詐欺集団大暴露スペシャル in 東京ドーム千秋楽、大晦日だよ全員集合、ありがとう平成、びっくり熱血新記録、遥かなる金メダルチェンジユアマインド、神々のトライフォース、第3次ベビーブーム、すごいねでございます。誰も正解分かってないんで、どうか分かんないですけど、まあ、おそらく9割9分正解だと思いますね、さすが。気になる方はちゃんと調べてください。僕は一切何も見ずにやってますからね。ジュゲムよりすごいですからね、これ。どん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 増えていってきますからね。そうですよ。はい、まあね、ありがとうございます。ぜひ来てください。実は、ここで一通、メールが来ておりまして、メール、ちょっと読んでもいいですかね。はいはい、何でしょう。ラジオネーム、桑原さん。はい、ありがとうございます。先日トム・ブラウンの2人が、うん、TBS ラジオ爆笑サンデーと空気階段の踊り場に出演されたことを聞いて、あ日曜サンデーですかね、はいはい、爆笑問題の日曜サンデーですかね、あそうだよね、はい、あ爆笑問題の日曜サンデーと空気階段の踊り場に出演されたことを聞いて、はいはい、慌ててタイムフリーで聞きましたと、うん、どちらも面白い内容でしたが、はい、2人とも自分たちの冠番組である日本放送圧縮計画の話を1秒もせず終わってしまったのは本当に絶望しました。いつもこんなに楽しそうに喋っているのに他の人には一切その存在を見せようとしない、お二人にとってこの番組は先輩や友達に隠したい彼女みたいな存在なのでしょうか。とてもショックです。一応さんなら私も布川さんまでそんな根性ねじ曲がった真似をする気持ちいいなとは思いませんでした。何何ちょっと待ってよ、あのさ、こんなこと言ったらさいいのか分かんないですけど、うん、TBS ラジオだしね。いやなかなか言いづらいですよ。怖い発想だよこの人は。知らないのかい。そういう普通は普通は他局のこと喋んないんだよ。だからラジオとしか思ってないじゃない。ああ、で、全部ラジオ、ラジオ1個だろうってこと。TBS とか、その日放送とかじゃなくて、うん、ラジオっていうもので。変だよ、それ。圧縮とかだけでも、言えばよかったかなっていうのは確かに思いますけど。ちょびっとだけ確かに。じゃあ、あれする？その、確かに、でも、俺も、本当は言いたいんだよ、こういうの。言いたいよね。だって、俺はそもそも、なんで他局だったら言っちゃいけないのっていう思ってる方だから。まあ、だって我々からしたらね、うんうん、どれぐらい良くて、どれぐらいダメかっていうのも分かんないし、言いたいところはありますよね。そうそうそう。でもなんとなく分かるよ、言いたいことは。まあそう、うん、言う必要はないことだから、それってね。うんうん、だけど、まあそう、今のあれじゃないけど、一個のラジオはラジオでしょっていうところはあるから、言いたい気持ちはあるから、だから今後、じゃあ、ちょっとだけ混ぜたりしよう。今の圧縮じゃないけど、そう、なんか。宿圧とか。とか、そうそう、急に、そう、逆に。マジそれ、宿圧そうそう、宿圧とか、あ、いいね、そういうことを言っていくとか。はい、あ、be together っていう。
それいけるかも。だからその曲さ、大体番組ってさ、なんか曲かけたいのありますよとか聞かれるじゃん。その時やっぱ鈴木亜美のビートガザーですかね。で、そう。ほんで、それ伝わるかな。で、実際大体俺たちがさ、読むじゃん。じゃあ、紹介の方お願いします。では鈴木亜美で、ビートガザー。まあ、そうか。最悪というか、俺たちが携帯で常に、その、社長の、日原社長の音声持っといて、その、be together っていうのを。be together. そう。be together を、俺の携帯から出すのよ。まあまあ、僕らが曲振りする番組はほぼないでしょうね。あんまね。まあでもね、その、あったらそうしようという、ね。そうしよう。じゃあ残しとこう、自分の携帯に絶対に。まあ、ということでね、やっていきましょう。ちょっと話変わるんですけどね、布川くん、うん、聞きたいんですけど、はい、布川培養計画って知ってますか？知ってますよ、一応。あのやってるやつでしょ。あ、記憶の移行ができてんのかな。どういうこと？今回の布川くんはこの話聞くの初めてのはずなんですけど、記憶が混濁している状態でパニックにならないでちょっと聞いてほしいんですけど、ざっくり言うとこの番組では布川くんを培養してるんですね。またかい。培養の様子は番組公式ツイッターでフォロワーしてて、まあ、コアなファンにちょっと受けてて、いい感じで盛り上がってて、まもなくフォロワー9000人いくんですよ。ああ、そうなの。嬉しい、ありがとうございます。ちなみに今目の前にいる布川くん、6体目で、うなじのところに6っていうタトゥーが入ってないから。いや、布川くんは多分絶対確認できないと思うんですけど、カイジの腕につけるやつみたいなやつ入ってないからって言ってます。いや、言ってますよ。みんなありますよじゃないのよ。そんな布川が培養計画にリスナーさんから嫌がるのが面白い。嫌なんだよ。なんかさ、いや、そんなわけねえだろとかじゃなくて、いや、もうやめろよみたいな。と、なんなんだ。嫌なんだもん、それ。なんかさ、みんなでなんかさ、みんなでなんか、え、何言ってんすかみたいなやつになってさ、嫌なんだよ。そんな僕はバイオ計画に、リスナーさんから数々のリプをいただいてます。ありがたいですね。はい。まず34日目変化なしというね、番組公式ツイッターでね、僕らの写真が載ってるやつで、こう僕ら二人がこう髪の毛を見てる写真なんですけど、まあ布川くんが後ろの方にいるんですけど、星子ジャパンさんがね、後ろにいるのは何番目のクローンかな、クローンなのか。でなめこの時は赤味噌さんが、まるで新生児室の窓から赤ちゃんを見る親戚のおじちゃんたちみたいな。いやいやいや、違う。一体しかいないから、俺は。黒豆みっちゃんさん。髪のうねりが、平原綾香さんのジュピターの音の波形と同じです。何言ってんの。しっかりと対響にいい音楽聴かせてるんで。何を言ってんの、それは。まあね、まあ何を言ってんのって、もう、何度目かな、このセリフ。全く同じセリフ聞く。いや、言ってるよ、俺も全部覚えてるよ。俺も全部覚えてる。記憶の引き継ぎができてるんだな。何それ。何それ。うんうんじゃないんだ。そう、なんかそう、みんなまださ、その何、そのみんなまだ少し笑っているんだけど、小川さんだけは笑わずに、うん、そうだけど。すごい、一番そう。あの人だけ信じて。何がっていうか、一番してんだよ。何なんだよ。何なんだよ。いろいろこう皆さんが愛を持って培養を見守ってくれてるんです。だから培養側の人間になってもらった方がいいとね、やっぱり判断しまして、現在1月に1名ぐらいのペースでいいコメントをくれた方に、紙とシャーレと手袋をまとめた布川培養セットを送りつけてます。だからなんかあげてるんだってね。まあ、ただ本当あげてんのこれ。まあ、あげるんですけど、ちょっと隔離期間がありまして、この後、はいですよね。ハトコは授乳中さんにようやく送ります。うん、あ、2週間。そうです。送るやつ、いつも、ノベルティであげてるようなシステムと同じことってことが。そうです。で、さらにここで速報で、ちょっと本当に笑っていられなくなりまして。どういうことよ。スタッフさんがね、育てていた布川が、
3月でマジでいなくなったは何マジいなくなった、ちょっとお話聞いてもいいですか。どういうこと、どういう状況だったんですかね。いやなんか、はい、そのいなくなる数日前から、はい、シャーレがひびが入ってることが何日も続いてて、はい、でその度に新しいシャーレに変えるんですけど、はい、朝起きるとまたひびが入ってるみたいな状況が続いてて、これちょっとやばいなって思ってたんですけど、そしたらある日もなんか何もいなくなってたっていう。ひびが入って、ひびが入ってて、はい、その後いなくなってた、いなくなってたんで、ちょっとこれよく、はい、その本当にクローンのね題材の映画とかで、うん、この研究してるこの瓶みたいなところガンガンって言ってこう開けて、自分でね自力で開けて脱走するんですよ。なんかイメージあるけどね。おそらくそこから脱走したんだろうなと。いやいないよないから、そんなの、地下鉄の線路の横とかでひっそり暮らしてるかもしれませんので。いないよ、ということで脱走しちゃったので、うん、30何日目まで行ってたんですかね。34、5日ぐらい行ってたんですけど、本日から新しい布川の培養を始めますということで、また1日目から今日からやだよ、なんだよそれいいよ、この企画終われよ早くやっと終わったと思ったのに、あ全然更新しなくなったなと思って。だから公式では6体目だけど多分10体目かも。いや気持ち悪いアンガールズの田中です。山根です。僕たちの番組オールナイトニッポンポッドキャスト、アンガールズのジャンピン配信中。パソコン、スマホでいつでも聞けます。ちなみにジャンピンはジャンガジャンガをピンでやることでしたっけ。違います、ピンでやっても面白くないじゃん。ああそうですか、お前嫌だろどうもミキです。兄のコウセイです。弟のアセイです。コウセイアセイアセイコウセイ言うてるうちに我々ミキのポッドキャストが始まりました。チームで何かに挑戦している京都にゆかりのある人を応援する番組、ミキのキョットキャスト切り開け京都挑戦組、サポーテッドバイ京セラ。日本放送ポッドキャストステーションで好評配信中。オールナイトニッポンポッドキャスト、トムブラウンの日本放送圧縮計画。改めましてトムブラウンの布川です。道夫です。よろしくお願いします。お願いします。さあね、この前ね、おう、まあ、ストレスがいろいろ溜まることがあったりして、うん、俺あんまりストレスってもともと溜まる方じゃないんだけど、そうでもなんかここ 2,3 年ぐらいちょっとストレスっぽいなって感じる時あるから、うん、そういう時に必ずやってる方法があって、あストレス解消法、そうそうそう、まあ道は知ってるかもしれないけどこの解消法はね、これは荻窪に住んでるじゃない、だから荻窪の丸の内線の終点なのね、荻窪は、だから終点で、なんか酔っ払って寝ちゃってる人とか、はいはい、結構いるのよ、そのまんま座ってる人で、終点だからそのまま折り返しちゃうわけね、うん、荻窪で東京駅とかの方行っちゃうわけよ、はい、でその人たちか、まあ、かわいそうじゃない言ったら、かわいそうだから俺荻窪の駅で終点で寝てる人を、あじゃあ終点ですよ終点ですよって言って、あ終点ですよって言って 1車両ずつ回って起こすっていう、いやだからやばいストレス解消法をやってるこの普段今も本当にすごいやってる、もうやめた方がいいと思います、ね、それが一番いいだ、皆さんだからさ誰もそうしないウィンウィンの関係、俺もストレス解消法、そっちも折り返さなくて済むわけだから、何がストレス解消法なのそれは。あのね一番何なのか、俺も最初何なのか分かんなかったのよ、でもねやっぱいろいろ最初何なのか分かんなかった、そう最初はね手探りで始めた、そうそうそう最初はやるなんか手探りでやっていいことじゃない、なんか起こしたいなって気持ちになる、まあそうだってそうしちゃうからね、はいはいはい、起こしたらねすごい気持ちがスッと晴れて、で何なのかと思ったら大体ねこれ起こした時にみんなね8割ぐらいの人はなんだよとか、ああそうっせえなとかって切れて、まあ、切れるのちょっと、まあいきなり知らないロン毛に話しかけられてるわけだ、まあ急にね起きたら急に知らないロン毛がいるんだから、うん、でもそれで怒るの、でも怒ることじゃないじゃん、俺が起こしてて悪いことしてるから、まあ親切だからね、そうだけど多分まあ見られたくなかったんだろうな、そういう自分のさに、ちょっとダサいところというかさミスなわけじゃん、そういう感情なのかもね、そうだけど、まあ、もちろんお礼言ってくれる人もいるよ、
ありがとうございますみたいな、っていうなんかね、そのに人間のね、いろんな十人十色なんだなってところをね、見れて、なんかね、ああ、いいねって、こういう、だって普通は怒る、起こして怒ると思わないでしょ、いいことしてたからって思う。まあ、そうね。そういう、その、自分のキャパとかが、ちょっとね、足りない時とかはそうなっちゃうんだという、この人間のね、の、面白さというかね、こう見れて。それで、確認してるわけで、僕は、だからその、起こすことで、いろ、あの人は、いろんな人がいるっていうのを、そう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 、確認できると。そういうことです。だからそれでなんか心がスッとするんだけどさ、はい、っていうの俺はもう昔からもう 2,3 年ぐらいやってんだけど、はいはいはい、でこの前ね、丸の内線に方南町定期があるじゃない、うん、で、まあ、方南町はその荻窪と方南町がその途中から分かれ道になるとこがあって、うん、中野坂上から、うん、で方南町っていうと荻窪ってなる方があるんだけど、この方南町のところで、うん、駅で俺が座ってたのね、はい、車両の中にね、うん、座ったらなんか遠目におじさん、うん、帽子かぶってなんか白いタンクトップにカーキ色の、うん、ズボン、はいはい、まあ、ちょっとなんならちょっと汚めな服装というか、うんうん、そういうおじさんがいて、違う車両からずっとなんか一人ずつ起こしてんのよ、うん、あれ、ちょちょおいおいちょちょちょって起こして、俺がいたのよ。俺え全く同じことしてる人いるじゃん。以来の俺。と。俺以外にもいたのか。ホーナンチョが終点だからね。俺と同じことしてる。と。みんな起こしたりしてて、おい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 と思って。50代、60代ぐらいかな、多分。うん、だから50歳、60歳ぐらいになったら、俺こうなるんだ未来の未来の俺なんだ、これ俺だやってんだよと思って、でそれでその人が起こしてるじゃない、うん、したら今度俺のあたりまで来て、で俺起きてんだよ、起きて普通に座ってんだけど、うん、あ兄ちゃんね、あのこれ池袋行きじゃないからね、気をつけてねって言ってて、で丸の内線っていうのは方南町から乗る場合は池袋行きと中野坂上行きってがあるんだよね、そこ止まりで、中野坂上止まりだと池袋まで行かないじゃん、もちろん、はい、だから兄ちゃんこれ池袋行きじゃないから気をつけろよって、うんうん、池袋に行くんだとしたら兄ちゃん違うやつ乗ってるからな、はいはいはい、っていうのを教えに来てくれるの、俺に、起きてる俺に、うんうん、だから俺よりワンランク上なのすえそうやばいね、そうワンランク上の俺だから、もうだからこういうことを多分しないともうダメになってんだよその人。だから今の布川のストレス解消法じゃ満足できなくなって、そうそうそう、とうとう起きてる人に押し始めた。仕掛け出してんだ。その人その後を見てたら、なんか窓とかが開いてなかったから、うん、なんか換気するために自分で勝手に窓開けたりとかして、あとその後にさらになんかね、違う車両のところに、まあ酔っ払って、そのまま寝ちゃってる人がいたから、うん、まあ、その人がゲーしちゃってたのよ。うんうん、ちょっと軽くね。うん、そしたら、その人が、そこの、芸者人のとこ近づいて、カバンから、なんか、砂を出して、その芸に、なんか砂かけたら、嘘でも、駅員じゃん。そう。マジかよ。俺は、5、60代だったら、ここまでしなきゃ、ストレス解消されなくなるだから、やばいよ、それ。だからもう数年後には、そう。もう起こすだけじゃ、満足できなくなる。足りなくなって、どん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 。しなきゃいけない。なんでそのさ、ストレス解消法が電車の中に集約されるそう、そこなのよ。そう。それだから、これはまずい、と俺も思って、これをずっと続けると、はい、そこまで俺もしたいわけじゃないから。うん、なんか別の解消法とかも作ってしたら、それを2つやればね、その砂かけるまでやんなくていいぐらいになるじゃん、おそらく、はい、だから別のやつもやろうっていうことで、うん、最近すごいやってるのは、収録とかあるでしょ、うん、で収録の合間で1回なんかカメラ止まる時とかあるじゃん、うん、そういう時に俺はピンマイクに向かってずっと
ペロ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 やっぱ音声さんとかそのやっぱ社会の方々は本当大人なんだなっていうのを聞くとやっぱりなんかあよかったすごいいい気持ちであみんなちゃんと大人な振る舞いができていい人だな本当は本当ならねペロ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 言ってほしい人はやばいっすよあんたとか言ってくるでしょそんなことしないのその確認するなそんなことでいいんだよこれだからいい人だとかそう大人だなとか素晴らしい音声さんの人間性をそんなレロレロで確認するなペロペロねごめんなさいするペロペロだからこれ本当にだからちょっと皆さん本当ストレスすごい溜まってる方はね、うん、ぜひあのピンマイクでペロペロさんのおすすめですよピンマイク使う機会はあんまないかもしれないですねこれぜひおすすめですはいはい、はい、そうだからそのツーウェイでやっていけばどうにかなると思うんで皆さんはい、はい、あので起こすか、はい、終点の駅に住んでる人はラッキーだと思ってくださいラッキー、はい、それもできますんで、はい、そうでもまたねどん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 またストレス溜まってるかもしれないもんね。うん、そしたらもうしょうがない。もう砂かけるしかない。モグライダーの芝です。ともしげです。月替わりパーソナリティが担当する土曜のオールナイトニッポンポッドキャストやります。ポッドキャストってお湯を沸かすポットじゃなくてマットマックスと同じポットなんですね。はっきり意味わかんないこと言うな。モグライダーのオールナイトニッポンポッドキャスト毎週土曜日夕方6時配信中です。オールナイトニッポンポッドキャストトムブラウンの日本放送圧縮計画改めましてトムブラウンの布川です砂袋の中の男です中中の男あすいませんあさ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 あというわけで、じゃあコーナーいっちゃいましょうか俺の恋私の恋ド直球恋愛ラジオの顔を持つ番組のメインコンテンツになっているコーナーとなっていますね。はい、リスナーから送られてきた恋のアドバイスや恋愛エピソードを紹介して、みちおが一緒に成長していくコーナーとなっております。成長したいのよ。はい。さあ、じゃあメールを紹介していきましょう。いやー、成長したい。ね、ね先週ちょっとね、うん、もっと成長しなきゃとすごく思いましたんでね。そうだね。あれはだいぶ動揺したからね。はい。はい、さあ、ラジオネーム、ケロリケロミスさん。山梨県甲府市ケロリケロミスさんありがとうございます私は東京という響きだけで憧れが止まらないような田舎者で二十歳の学生です、うん、そんな私が少し前に一人で数年ぶりに東京へ遊びに行きました、うん、帰りの電車までの時間自分に酔いながら建物の壁にもたれて景色を眺めていたところ突然男の人に声をかけられましたあのめっちゃタイプでもう帰るの？え、県外なんだ。あんまり東京来ない。数年ぶり？あ、じゃあもうあんまり来ることないか。LINE だけ交換しない？次東京来た時 LINE してよ。と言われました。びっくり仰天です。動揺してはっきりとは覚えていないのですが、そのお兄さんの声も顔もかっこよくて、とても優しい雰囲気でした。しかし私はビビってしまい、いやー、ははははーとヘラヘラしながら LINE 交換を断りました。その後少し場所を移動したのですが、また偶然そのお兄さんに会い、声をかけてくれて少し話してから最後に、何度も話しかけちゃってごめんね、と言って彼は去っていきました。私はモテないですし、彼氏もいません。確かにその日は張り切って、服も髪もメイクも頑張ってはいましたが、そう言っても芋女です。普段の生活の中でも出会いが全然ありません。いやいや人からめっちゃタイプなんて言ってもらったのは初めてで正直とても浮かれていました、うん、しかしお兄さんも普段から女性に声をかけ慣れている人かもしれませんめっちゃタイプというのも本当かどうか分かりませんでももしあの時 LINE を交換していたらと考えてしまいますその時話した限りではすごく素敵な人だったんですあのお兄さんにはもう会えないのかとおセンチな気分にすらなります、うん、私はとてももったいないことをしてしまったのでしょうかそれとも用心して正解だったのでしょうかもしこの先万が一またこういうことがあったらどうするべきなんでしょうか、うん、これまでに母と友達2人から意見を聞いたんですがめちゃくちゃもったいないことしたよという意見が1絶対交換しちゃダメだよそんなのという意見が2です母はもちろん後者ですもっといろんな人の意見が聞きたいでもあんまり人にベラベラ話してナンパ自慢と思われるのも嫌だ、うん、というわけでメールしました
布川さん、道夫さん、お二人はどう思いますか。長々と失礼いたしました。私が本当に二十歳の田舎娘だということを証明するために、直近の変顔プリクラと農場で鶏を抱いている写真を添付いたします。もういいって写真とか送ってこなくていいって言ってる。変顔はいいのよ、だから写真もいいから本当に変顔だな。あーはー、何抱いてんのこれ。鶏、あ、鶏だ。いや、どんな写真送ってるのいいってもう送ってこなくてやめなさいよもう。あ、これでも同じ人これ。なんかメイク変顔の方はすごいメイクしてて、うん、ねえこれインナーカラーなのかなとかもしてて、でも鶏の方は確かになんか自分で言ってる、うん、その芋娘って言ってるのは なんとなくわかるような感じですね、うん、ちょっと芋娘って聞くとなんかその、うん、芋を擬人化したなんかアプリかなんかかなと思っちゃうから馬娘みたいな芋女って言ってましたね自分で。芋女か、はい、そうかそうかそうか。でも可愛らしい可愛らしい感じしますよね。感じするよ。どう、うん、どうですか道を。いや僕は、本気の可能性ゼロではないけど危ないって思うんで、うーん本当にボケじゃなくて、うん、朝ごはんとか。なんいやいや、やだ、通るの、って言うな、こいつ。いや、だって、ボケじゃなくてって言ったからさ。そう、あの。ボケじゃないのって思った。そう、あの、判断するために、うん、モーニングとかランチとか、うん、そういう時間に、人が多い店とかで、うん、一回本当に話聞くとかはいいかもしれないなと思いました。モーニングに誘ったら、うん、単純に断られる可能性あるよ。モーニングって。自分が好きか嫌いかとか別にして断れるかもしれない。確かに。だから、LINE の交換はどうなの、まず。だからその、道端で声かけてきたのは、うん、まあ危険は危険なので、そのね、うん、その、だから、例えばその、全然男女の関係じゃなくても入るような場所とかに、例えばスシローとか。はぁ。元気寿司とかに入ってこの元気寿司ってあれ北海道だけじゃないですかすいません回転寿司かなんかぐらいだったらあのいいかもなと。お茶はちょっと危険な気するな。回転寿司とかだったら一緒に行ってあのお寿司ごちそうになってもらってる間に話して人となり見極めてもよかったかもしれない。変だよそれ寿司食べながらはないな。いやでもこれガチ、うん、いやガチだから怖いなえじゃあ布川どう。俺は、まあ、まず、まあ、そもそも LINE の交換かどうかの話ね、これは、うん、俺は別に交換してもいいと思うけどね。お二十歳でしょ、うんうん、いいじゃん。ナンパされてるんでしょ、うん、ナンパされたらされればいいじゃん。そんなのかっけえ。いやかっけえじゃないかっこよくはないんだけど、うん、されてればいいじゃん。だって嬉しいじゃん、その、うん、自分がさだって、うん、かわいいって思われたんですよ。だって、うん、かわいくない子にナンパしないっすよさすがに。そんなの、うんうんね、すんごいタイプじゃないな、かわいくないなって人とね、どんな理由があったとしても、例えばもしもワンナイトだけでもしたいとか思ったとしたら、うん、そんな声かけないでしょ、そんな可愛くないなって人とかで、うんうん、別にいいじゃないですかそれで。でもそのだから怖いのが、うん、その場でついていっちゃってもいいのかなっていうのとかもあるし、うん、ああはいはい、その、うん、いろんな人に同じことをやってる人なんじゃないかなとか。ああでもこのプレイボーイでね、その場でついていくっていうのは、まあ、まあ、この男性の方は、今度、東京来た時に LINE だけでも、東京来た時に遊ぼうよ。LINE だけでもいいから教えてって言ってるから、別にまあ LINE だけ教えて、あ、確かに。それでまあ LINE でやり取りして、それでなんかこの人変だなって思ったら、まあ、会わなきゃいけない。ああ、確かにね。テレビ電話とかもね、できるし、うん、お寿司とかもお昼ご飯食べに行けるし。お寿司はいいけど、ね、お寿司は行かない方がいいと思うけどね。ごめんなさい。急に。そうそう。だし、だからそう、全然、いいと思うけど、あとまあどうしても不安なら、友達も一緒に連れていいですかみたいなの飲みに行きましょうってなって、友達も一緒に連れて行っていいですかって。こいつすごくないマジで。いやすごいというか、そうなの。
友達も一緒に。才能あるな、マジで。で、友達も一緒に連れていいですか？本当ですか、マジで。で、もし友達も一緒に連れていいですかって言って、もしも相手側が、今ご時世があるので、二人がいい。からちょっと二人にしましょうとか言ってきたらその人俺じゃねえかその人はダメですよ。詳しくはシャープに3か1か3なのそれ、うん、そうでもまあでもそうじゃないと思うけど。あ、いやでも確かに、うん、うん、ナイス。じゃあ、うん、そうだね、今の回答がベストだったような気がします。はい、はい、ですかね、はい、まあまああれですよ。でもお母さんの気持ちは分かりますよ。お母さん、うん、俺が自分の娘がそれだったらやっぱ心配だもん。ああそうだよね、うん、でもまあそれファブルでね、漫画のファブルでね、はいはい、今の子供に対するの世の過保護すぎるからと、うん、なんか例えば公園行ってもなんか変な普通の土のところに変なマットレスみたいなのがめっちゃ引いてあると、あそれだったらこけても痛くないじゃん、うん、でもさちっちゃい頃はとりあえず痛がらなきゃいけないんだよと。痛いことをしてやっと自分これは危険だってことを覚える。そうですよね、そういうことをしないとダメです。熱いところは触って初めて熱いって分かる生き物なんですもんね、本当。そういうこと気づいね、ああ気持ちは分かるけどね、遅いからね、うん、はい、そういうことですかね。僕はそう思いますよ、はい、さあじゃあもう一ついきましょう。東京都世田谷区ラジオネームずっとルビさん、ありがとうございます、うん、ありがとうございます、布川さん、みちおさん、こんにちは。こんにちは。これからお話、これから話すお話は冗談ではありません。どうか本気で聞いてください。私は今年27歳になるアラサー女、はい、いわゆる結婚適齢期というやつなんですが、はい、私は結婚は愚か、彼氏もいません、うん、周りの友達はもう結婚したり子供を産んでいたりと女としての人生を順調に過ごしている子がたくさんおり、はい、周りを見て焦る日々を過ごしています、はい、ただそんな私でも好きな人はいます、はい、しかしそれは二次元の男性なのです、うん、しかもちゃんと恋愛するのも高校生ぶりの本気の恋です。おー、アニメを見るたびに彼への好きな気持ちが溢れるのと同時に、ああこの人はこの世に存在しないんだと心にぽっかり穴が開いてしまうのです。そしてその切なさがより激しい恋へと誘うのです。あ、今の自分では到底彼に釣り合わないからとダイエットでマイナス3キロの減量に成功しました、うん、また自分に合うメイクや服装の研究をし、友達からは整形級に垢抜けたと言ってもらいました。しかしこんなに頑張っても当たり前ですが、二次元の彼とは付き合うことはできないのです。今こうしている間にも周りの友達は現実の彼と愛を育んだり夜泣きをしている子が我が子をあやしたりしているのかもしれません。二次元の彼への気持ちは止められません。ですがこんな不毛な恋はやめて、アラサー女としてまっとうな恋愛をしたいとも思っています。トム・ブラウン様、どうかこんな私をお助けください。本当に切実に悩んでいますとのことです。いや止める必要ねえよそんなの。お、急に早い、ね、当たり前だろ、好きなんだろ、だって止める必要ないよ。だってそれで自分磨いてキラキラ輝いてんだから、うん、そんな止める必要ないでしょ。おー、え、でもあれって言ってるよ。いやその自分の好きな気持ち、うん、それ正直に、うん、なってね、うん、でキラキラその自分が輝いていってる途中で、その上でこうアピールしてくる男性とかも増えていくと思いますよ多分。どんどん綺麗になっていくんだから。はあ、はいはいはい、その上で本当にいいなと思った人がいたら別に現実の男性と付き合えばいいだけで、うん、って思いますよ。なるほど。俺だって別にまあ現実世界でね、うん、今いいなと思うね、うん、人いますけど、うんうん、同時にうまい棒でうまいもんってキャラがいるんですけど、その妹にうまみちゃんっていう女の子のキャラがいて、うん、今結構本当に好きなんですよそのうまみちゃんのことが。だから、うん、1ミリですよこの子にしてみれば、1ミリだけ気持ちはわかるから、うん、そんなの好きな気持ち突っ走ればいいと思う、うん、って俺は思います。なんかどう。いやでもまあうん、まあ遠くは離れてないですね。あそう、僕もまあまあでまずそもそもうん、まあ珍しくないですよそんなにっていうのを言いたいけどね。うん、こいつすごっ。いやいやいや、いい言葉すぎ、え、なんこいつ、ムカついてきたから、いい言葉すぎないですか。いやいや、そうじゃない。でも言いますよ、聞きますよ、俺たまに最近そういう人、なんかの番組でもやってたよ、そういう男性の人だったけど、その人。特別じゃないんだと。そう、だから別にいるから、まずそんなに言うほど慌てることではないとは、まずは。なんだこいつ。なんだこいつじゃない。そうだ。まあ、で、
まあそのね、不毛な声をやめてまた恋愛したいとも思っているって言ってるから、うんうん、確かにその届かないっていう、うん、どんなに頑張ってもっていうのはあるから、なんかコミッケとか行ってみたらまずいいんじゃないとか俺思うけどね。おう、コミッケとかに行ったら、まあその好きなキャラの多分なんかコスプレしてる人とか多分いるでしょ。おそらくそういう系の人でしょ、二次元ってことは。うん、そしたらまあそういう人と仲良くなったりするでしょ、おそらく。でそれでまあきっかけはそういうね、そのキャラが好きだからでその人と話すようになったりするけど、うん、まあそれで本当に好きになることあるかもしれないしね、その人そのまんま。確かにね。うん、でうん、そうだね。あとまあなんかそういう人が集まる合コン行くとか、そういう系のが好きな、そしたらなんか、ね、いいね、好きになってくるかもしれないし。だもう特別珍しいことじゃないからもうね、うん、自分でそれ認めてあげてそういう場所に行ってみるのも手だってことですね。そうだね、うん、自分がそうしたいっていう気持ちあるならね。でもまあそれでも本当ずっと、うん、その人、そう、うん、普通人間を愛せない状態だったらもう突っ走ればいいと思うけどね。ああでもでほぼほぼですけど初めてこう意見が合いました、ね、ああ近い状態になりました。なんか、はい、俺はちょっと成長してたから成長したか、成長したというか、あの前回のあの、ね、ハードパンチ食らってからちょっと成長したかもしれない。結構速攻だったからね。でもあれじゃないんだから、お前アニメ気持ちが分かるからかも、ね、そうそうそう、マクロスとかすごい好きじゃない。あ大好き。だからそれシェリルすごい好きね、うん、だ実際にその二次元の好きってあるんじゃん、うん、俺二次元とか全くないもん俺。あそっかそっかそっか、うん、2人エッチぐらい2人エッチ、そうです、うん、勝明さん、ね、うん、でもそれもそういう気持ちではないし別に、うん、だからすぐに分かったんじゃない。あそれをそうかも、ね、だから道場の場合はだからそれを何その もっとその広げればいいんじゃない。だから今まではアニメだけし、うん、アニメのことだったらすぐ分かったから。そうだね。じゃあ違う状況のことも広げていけば。俺の今後のアドバイスの仕方までアドバイスしてくれる。なんだこいつマジで。でもいいですね。面白い、面白いって言ったらですけど。以上ですかね。はい。ね、楽しいですね、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。引き続き、皆さんの恋を綴ったメッセージお待ちしております。恋は逃げても、道は逃げませんよ。番組では引き続きあなたからのメールを募集しております、詳しくは番組公式ツイッターをご覧ください。受付メールアドレスはトムアットマークオールナイトニッポンドットコム、トムアットマークオールナイトニッポンドットコム。トムのスペルはレジェンダリーのトムと一緒です。トムホランドのトム TOM でございます。はい、ハッシュタグトムラン ANNP でもツイートしてください。オールナイトニッポン。続いてはこちらのケーナー、トムラン道夫のラノベ宣伝計画。ハンパンハンパンパータハンパンタータ。ああ、我が番組、ちゃんと喋れよ。我が番ハンタンタータのところ、ハンハンタンタータのところ、いつもやってるけどすごいカットされてるからね。我が番組とライブ配信アプリワンセブンライブが合体したスーパーコラボマックスケーナーです。僕が書いたライトノベル異世界巨大生物 VS 元アスリートの最強宣伝大賞決定する企画なんですが、今回いよいよ最強宣伝大賞が決定します。おー、今回がね、そしてそれを、うん、発表します。そうですよ。ほぼ同じこと言ってる。そしてそれを、うん、放送します。いや、だからほぼ同じこと言ってんのよ。いいの。そしてそれをあなた方は今聞いています。いい、もういい、いらいらいら、もう一個欲しい。坂垣君ももう一個欲しいじゃないのよ。もう一個くれじゃないのよ。もう一個。そしてそれがみんなの心に残って
明日の活躍に繋がります。ならないよ。それはならない。人によるだろう。そうか。まあ、今までの経緯を説明しますとですね、こちらワンセブンライブで事前に行われたオーディションで上位5名までのライバーさんが候補で選出されました。はい。5位から3位までは VTR でアピールをしてもらい、1位と2位のライバーさんはスタジオにお招きしてトークをしました。うん。楽しかったね。楽しかったね。こちら全員ね、本当にプリプリの女の子かと思ったら。5人中3人がねもうゴリゴリのおじさんだったということで特にねこの、まあ、5位のポキールちゃん、うん、ポキールちゃんはねめちゃくちゃおじさんでしたからねポキールちゃんはでもねすごい可愛いおじさんでしたよね。そうだね、うん、だから人気出る理由は分かるね。あとね3位の純平もね、うん、僕らの K' ステージの後輩ですからね。後輩芸人がやってきたということでね、なんか書類があるんですけど、うん、本当に文字びっしりね、一人だけ文字びっしり真面目かよ。ねえ、みんなも結構書いてくれてんのよ。でも本当になんかはみ出すぐらい書いてるから、うん、いやまあでもやる気を感じますよね。はいはい、確かにね、うん、素晴らしいです。1位のみーこさんもねなんかあれだし、ね、あれ服まで持ってきてくれてね、マグロのね、ね、服を持ってきてくれてすごいですよね。本当なんかあれなんですよ、はい、普段着てるんです。僕は部屋着として着てますんで、お、はいはい、いいです、ね、うちの奥さんにこれは何って聞かれたけどね。まあということでございますね。さあというわけで、うん、早速ね最強青年大使発表していただきたいと思います。一応審査委員長、うん、お願いします。ドラムロール、カモン。あまたのエントリーの中から世界巨大生物 VS 元アスリート。間に合ってないじゃん。おい、間に合ってねえじゃねえか。何してんだよ、甘すぎだから。ごめんなさい、その前もう、まあ、マジで放送事故になるぐらい静寂やめて。これ練習してたの、しかもなんかね本番前に練習してるでしょ、スタッフさんと合わせてやってたでしょ。もう一回お願いします。頼みますよ。じゃあ、はい、改めまして道尾審査委員長、発表お願いします。ドラムロール、カモン。あまたのエントリーの中から世界巨大生物 VS ウォーターアスリート、最強宣伝大使に選ばれたのはワンセブンライブでいろいろ活躍して、たくさんのエネルギーがここに集結してるぞ。さくらさんです。おお、すいません、タイミングが全然悪い。タイミングがマジ合ってなくて、本当になんか気持ち悪い感覚があります。すっごい嫌な顔してる。そうだよ、ディレクターさんが、あの優しい、ね、小川さんがもうすごいなんか苦い顔してる。小川さんはこういうタイミングはちゃんとやりたい方だ。分かれよお前、だから合わせたんだよ。本当にごめんなさい。取り直しバトルあるかもしれないからね、これ。あ、すいません。さあ、というわけで、審査委員長、さくらさんを選んだ理由を教えてください。やっぱね、順平かさくらさんかでめちゃめちゃ悩んだんですけども、うん、そう、やっぱりさくらさんの感想、うん、こう小説を読んだ感想がこう一番僕に響きましたね、はい、ああ、なるほどね、やっぱりそうかそうか、自分が思ってる感想そうで、なんかこう女の子が読んだ時の、うん、感覚みたいのもこうグッと入ってきたんで、うん、なんかその、ね、おじさんとかがこう面白かったみたいな、はいはいはい、はい、そういうこととかも言ってくれてたので、なるほどなるほど、そういうところが日常的にも、はい、まあと可愛かったですね。そこかい、可愛かった。ちょっと待ってそれは、はい、全員なんか怪しいぞあいつって。いやいや、っていうのは絶対っていうのは嘘、絶対みーこさんかさくらさんにするよ、こういう。いや絶対みんなで言ってたんだっていうのは嘘。嘘って言うなよ、うん、ボケって言うなよ。嘘です。嘘やめてよ、はい、うん、声とかもはっきりやっぱりね、そういうご職業されてたんで、フリーアナウンサー、フリーのアナウンサーとかされてたから、うん、こう聞き取りやすさとか、なるほど、聞き心地みたいのがやっぱり
上手だなっていうのがやっぱり決め手になりましたかね。なるほど。他の皆さんはどうでした？いやだからポキールちゃんとか、うん、ポンコツ村尾さんのギャグ連発とかで面白かった、ね、CM やってもらうとかもいいなと思ったし、順平のね、うん、やっぱその喋り達者じゃないですか、順平が。まあね、いいなとも思うし、そのみーこさんの青森の感じ、うんうん、でなんかこう純粋な感じとかもなんか出てて、うん、すごくいいなと思ったんですけど、つかみとかね、よかったもんね、うん、でポロシャツももらっちゃったしとか思ったりしたんですけどあ、そうですね、結局やっぱこう CM ちゃんとしてもらうっていう気持ちになった時に、うん、あ、いいかなと思いました。本気度が伝わりますね、うん、なぜならね、うん、これいずれ映画化したいからね、これ。ああ、なるほど。道は確かに映画監督やりたいってずっと言ってますからね。そうですね、確かに、はい、なるほど。というわけで改めて桜さんおめでとうございます。最強千年大使の座に就いた桜さんにはですね、異世界巨大生物 VS 元アスリートのラジオ CM を収録しておりまーす。はい、CM がね、日本放送で、うん、本当に流れるらしいですね。だから地上波でそのまま流れるということ。地上波で流れるんですよ。辛坊治郎ズームの時に流れるかもしれない。辛坊治郎ズームの時かもしれない。いや、ノッコさんのラジオの時。いや、なんで、ノッコさんのラジオの時も流れるかもしれない。なんで、そう、渋いところを人選するね。いや、そういう時よ。だって、僕たちのね、聞いてる方が、辛坊治郎ズーム聞いてるわけないでしょ。辛坊治郎ズーム。絶対、絶対違うから。絶対。でも、そういう人たちにも伝わる。吉田由紀さんがね。うん、布川のことを一番好きだって言ってる、その女子アナさんがね、辛坊治郎ズームで担当の、ね、方がね、だから今、はいはい、間接的に吉田由紀さんにアピールしたってことで、違います全く違います。それはあれは辛坊治郎ズームに出るよってことを言ってるだけですから。あ、そうですか、はい、いいんだよそんなことすいません、すいません。さあ、というわけで来週はね、さくらさんが収録したラジオ CM を聞いていただきたいと思います。最強のラジオ CM を流します。絶対にオールナイトニッポンポッドキャスト。トム・ブラウンの日本放送圧縮計画、そろそろお別れのお時間です。うまーい、はい、いやだ、うまい棒の、ね、いいの真似は、いや、うまみちゃんのお話ができたからさ、うまみちゃんね、あー、やりね、もううまい棒ハマってるもんな。そうだね。いや、でも今回結構ね、いい恋愛の話ができた気がしますね。確かに珍しいね、なんかって言ってるけど、うん、ね、なんか今までの布川よりも、うん、いいと思いますね。あ、どういうこと？何？あ、だから今までの布川よりも、うん、この6体目の布川くんが結構いいと思う。なんで嫌な感じで終わるんですか、ね、なんで嫌な終わり方するし、気分悪く終わるじゃん。2本目の収録だからさ、これさ、これで終わりでしょ、だから帰るわけでしょ。気分悪くなるのが一番面白いんだから。俺はこの後な、帰り家で酒飲みたいんだよ俺は。いや、飲んでいいですよ。いや、なんかそう、気持ち嫌な気持ちになってるから、うん、やだな。布川くんの1体目と6体目が一緒に飲むってこと？何それ。いるわけじゃないから2人。すいません、すいません、やだな、本当に、締めます。はい、嫌です。さあ、というわけで、それではまた来週お会いしましょう。さよなら。来週もこの鼓膜でお会いしましょう。